にネクロにはダットリーを当ててくる。そうです、あのダットリー3ゲージが一番長い分に入るんで、はい、ね、スタンの心配がかなり少ないキャラなんですよ。スタン値も長いですよね。はい、はい、ネクロの一応スタンさせて倒すっていう戦法を否定してますから、はい、このキャラ。なるほど、それで中下段の卓を受けてしまうという。そうです、だからネクロはスタンじゃなくて威力で戦わなきゃいけないです。さあ、そんな黒田さんの解析通りの展開になるのか。あ、ゲージ作った、中盤から逆に投げていく。しかし中足立ち回りで、うわー、これは燃えに行った。カニ二択はガードして、ショートスイング、しかしゲダーお見事。どっち投げに行く、ネクロ苦しい。今ちょっとショートスイングの疲れ、後ろ中キックエクストレール端っこ見えたんですけど、はい、まだ分かんないですね、これどんな状況でもネクロ怖いんで。さあ、立ち回りで勝つしかないというスタンさせづらいダッチョリー。そんな黒田さんの解説、アリスもスタンは狙ってからずは追えない。うわー、イエクシェッパー、そこでまだ昇竜が打てるんですよね。分かって、あのだって打てるんです。他のキャラだと打ってしまうとスタンしてしまうので打てない、だからダッドリーはスタンチが長いから打てると言った。しっかりとお互い立ち回り考えられている。これはやはりネクロきついか。あっ、これはコークがボレッタが当たっている。ライケガスレー、ヒラータ取り返す。このゲームはスーパーアーツで光った後にユーフレ以内は、はい、あの相手のボタンを受け付けるんですよ、攻撃を、はい、攻撃っていうか受け付けなんですよね。なるほど、安定後多分押したんですけど出ちゃったんですよね、それで。あ、よくあるんですよ。よくありますね。あ、出ちゃって